んは。こんばんは。新潟市中央区バンダイの新潟日報本社メディアシップ、今日は18階の会議室からお届けします、はい、ユーストリーム番組 K は日報ニュースナビ4回目の配信です。今日の MC は慶和学園大学のユーストリーム番組慶和ランチ MC であります、日本語ペラペラ英語片言、英語じゃなくて慶語片言ですね、マルタと地声の低さがオカマバーナ小池マルタです。低いです結構、はい、どうぞよろしくお願いします。この番組では私たち慶和学園大学の学生たちが新潟日報で報道された記事の中からとっておきの話題について、新潟日報の皆さんに紹介してもらおうという番組です。各週月曜の夜に配信しています。普段何気なく目にしているニュース記事についてその背景まで深くお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。今日やってきました、やってきましたね。さて今日のテーマはこちら、ダン、デン、新潟のアニメ漫画。まどかさんはアニメさん、はい、アニメさんアニメとか漫画、漫画知ってますか？なんかいやちょっと話すと長くなるそうなんだ、私あんまり、あそうなんだ、私はその読まないまるたちゃんと違ってお父さんがすごく本棚にちょっと漫画入れてる人なので、まあ、よく暇があれば読むし、アニメもチロチロ見たりする、意外だと言われるんですけど、そうなんだ、私漫画ね一冊も家にないんだ。え本当ですこれ、本当に、うん、借りて全部読んでる、携帯小説とか。ああ、最近の時代は携帯小説で全部終わってしまう。そうなんだ、私それにしかね触れてなかった。ちょっとこれ今日でね。なるほどなるほど。ちょっとたくさん学んで帰りましょう。そうしましょう。よし。さて今日は新潟のアニメ漫画ということなんですが、はい、今年になってバンダイシティビルボードプレス2に新潟市漫画アニメ情報館っていうのがあって、はい、で古町にも新潟市漫画の家がオープンしたそうなんですが、新潟市は出身の漫画家も多数いるということで、私これ知らなかったんですけど、なんか実はそうみたいなんですよね、うん、今後はアニメ漫画の街として全国にアピールするということなので、このあたりのことをちょっとお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いしますですね、はい、ちょっと言葉がはい、では今日は新潟日報から、アニメ漫画に詳しい方においでいただきました、新潟新潟日報デジタル戦略室の永井和俊さんです。どうぞよろしくお願いします。こちらにどうぞお願いします。よろしくお願いします。もう一度じゃあ自己紹介をお願いします。新潟日報デジタル戦略室の、はい、永井と言います、はい、まあよくオタクと、よく言われる感じです。よろしくお願いします。永井さんはですね、現在新潟日報切手のアニメ漫画あるいはオタク系記者のことです。今日は詳しくお話を伺える楽しみですね。楽しみにしております。お手柔らかにお願いしますこちらこそなんかおすすめとかありますか、漫画とか。まあハマるきっかけになったのが、まあ甲賀ユンさんという方の、アーシアンという作品、これが、まあ、中学校の時にハマ、ってですね、それ以来少女漫画とか少年漫画とか一切ジャンル問わないで、読んでしまったので、まあ、こんな感じになってしまったんですけども、じゃあお家の本棚とかにはそれこそたくさん入ってますか？うちだけじゃなくて、すいません実家の押し入れの中にもすごい入っててですね、早く持っていけとよく言われています。そんなにたくさんすごい、なんか比較するには面白い感じの2人がじゃあちょっと質問していきたいと思います。はい、どうぞ。新潟市または新潟県出身ではどんな漫画作家さんとかアニメーターさんが出ているんですか、ね、はい、ですね、新潟出身の漫画家さん、あとアニメ関係の方、大勢いらっしゃるんですけども、数えたらですね、ものすごい数になってですね、正直全部把握
できてない状態です。で、代表的なところを、挙げてみたんですけれども、それでもやっぱり20人近くになってしまってですね。まあ、それでもまあ代表的なところを挙げてみてみますと、あと、ですね、まあ、おそ松くんとかバカボンとか、やってる赤塚不二夫さん、あと、パタリロの真矢峰夫さんとかですね、まあ、有名な、まあ、いわゆる大御所って呼ばれている人たちもいらっしゃるんですけど、最近の作品でいうと、犬夜叉とか、ランマ2分の1とか、なんかバスとかにも書いてあるよね。そうですね。あります。の、高橋留美子さん、これ古町の方がご出身です、で、あと最近で光の碁とかデスノートの小畑武さん、あとは、ドラマ、今ちょうどフジテレビのドラマ始まったところの、ショムニっていう漫画があるんですけど、はい、あの安田博之さんという方が、いらっしゃいます。すごい。多分分かるの、一番分かるのは多分ルローニケンシンなんですかね。今度映画になったりしますけど、和月信弘さんが、長岡の、出身と言っていいのかな、これ、長岡で、幼少期を過ごされたと。生まれは東京都らしいんですけど、長岡出身ということで今なってます。バカボンも書いた人が新潟の出身だと知って、犬夜叉とか私全然知らなかった。あれはちょっと知った時に衝撃が。ねえ、ルロニケンシとかまだ映画やってないの。映画はこれから映画はどうでしょう。これからだったかな。一回なんかやりましたよね。そう、パート1はもう上映されています。すごいですね。で、新潟市内には日本アニメ漫画専門学校っていうのがあるんですけど、例えば県外出身者などで専門学校出て活躍されてる人とかっていっぱいいるんですか？日本アニメ漫画専門学校っていうのは古町に ありますし、もう一個、すいません、ちょっと今名前が出てこなくて、関係者の人に言ったら申し訳ないんですけれども、ですね、例えばですね、まあ、今回ちょっと日本アニメ漫画専門学校しか調べてなかったんで申し訳ないんですが、HERO って書いてヒーローさんっていう人がいるんですけども、SNS のツイッターで、漫画を投稿されて、4コマじゃなくてもうすっごい細かずのですね、漫画をツイッターに画面つけて投稿できるじゃないですか。あれ投稿して、でツイッターの中でその人気が出て、実際にそれが漫画になってっていう人がいらっしゃったりですね。すごい、なんか現代的な。そうですね。SNS から漫画が生まれるっていう。多分その人がツイッターを使って漫画プロデビューの方の道に向かっていった第一人者って言っているのかと思います。すごいね。すごい、だいぶ前の話ですか？でも2,3 年前ですね。2,3 年前、ついこの間です。先駆けになって。そうです。なんで新潟なんだろうね。確かに、新潟は本当に、私もちょっとここに来る前にっていうか昨日ちょっと調べたんですけど、やっぱり新潟は不思議と多いみたいなことが書いちゃって。そうですね、漫画王国って称している県が新潟と、あと高知県とか、あと、島根県だから鳥取県か、いずれもちょっと首都圏というか都会からちょっと離れたところの県なんですけど、まあよく言われるのが、まあ新潟の場合は雪が多いで、冬こもりがちって言ってるのかなになるんで、やることないからとりあえず書いちゃえとか言われるんですけども、ちょっと私ちょっと見方変えると、新潟県人って我慢強い人が多いんですよね。作業することもコツコツとやる人は、そういうことで、そういう絵を描いたりすることに集中してやれる人が多いから、新潟の人が多いのかなって最近思うようになってます。新潟県民のなんていうか、人柄というか、なんというか、それが入ってるからこそいっぱいいるってことが、なるほどですね。今の2010年でしたね、そのツイッターで。2010年、そうですね、2,3 年前ぐらいですね。書き始めたっていう、2010年、だから3年、3年前。すごいね。
3年前ツイッターあったんだ。あれいつからあったかなみたいな。確かに。あのピクシブとかいうのがあるじゃないですか。それが出る前のぐらいだったような気がするね。確か。ピクシブ多分その後だったんじゃないかなって違いましたっけ。ちょっと自信ないんですいません。よく聞きますよ、ね。そこ調べてなかったですね。すいません。ウィキペディア的には、はい、ピクシブで公開になってます。ツイッターをネタにしたやつをピクシブで公開して多分。そうですね。って感じでツイッターで。ツイッターをネタにしたのと、あとツイッターで投稿したの、確か2種類あった、ね。2種類ある。そうですね。ツイッターをネタにしたの。ネタにしたのがなんだっけ。すいません。あるんですよ。多分あの赤い丸のやつがあると調べると。赤い丸。ツイッターをネタにしたやつ。7と嘘吐き。あ、そうです、ね。オンライン。ツイッターをネタにっていうことは何て言うんですか。ツイッターをまあ、テーマにこうその人たちを描くみたいな感じですかね。ツイッター上のそのナナっていう人だったかな、うん、が女性でいて女の子のキャラクター、はい、が高校生だったかな、うん、で同級生にその人をフォローしている人がいて、うん、いるんだけど実際はお互い誰か分かんない状態で、うん、でも書いてる内容からすると自分の学校じゃねっていう話になってでもまあ周りがそうやってざわざわしてるのを端っこで見ながらどうしようかなっていうそういう話がそれが漫画になってへえすごい珍しい感じの題材の漫画ですなんかちょっとそういうのは読んだことがなくて私それこそなんかこの後に出てくるサッカーの話とかあの野球の話とかそういうのばっかり読んでたのでツイッターが題材ちょっとなんか少女漫画ぐらいしか読まれたことないすごい恋愛系ばっか読んでた、ね、そんなとこにもツイッターなんて出てこないから、ね、やっぱなんか、ね、斬新というかなんていうかすげえ漫画新しい新しいですねなるほどそれでちょっと私さっきサッカーの話でちょっと言ったんですけど最近サッカーまた J リーグ再開に合わせて新潟日報さんがジャイアントオレンジプロジェクトっていうキャンペーンされてましたがあのプロジェクトについて少し教えていただけますか、はいはい、こちらになるんですが見えるかなよいしょよいしょどっちにするいいよこれこれいいですかこっち、はい、7月6日のこの間、ビッグスワンで、行われた柏レイソルとの試合、J1 が、サッカーの、ワールドカップの予選で中断してたんですね1ヶ月ぐらいの再開の初戦が、新潟日報のサンクスデーだったのでそれに合わせて、こういう企画を立てました紙面とあと紙面のところにあのキャラクターの、コメントを載せて、まあ、新潟の選手と比較っていうか、まあ、似たような選手を並べて紹介して、まあ、ぶっちゃけた話お客さん来てよねっていう話なんですけどまあ、まあ、そうですよねで、まあ、珍しいっていうのは、まあ、これあるんですけどもこれあの出てますかね。モーニングっていうあの講談社の雑誌があるんですけど、それ の, あの裏表紙にあのうちの会社の、広告同じやつが載ったということで、あの 社内でも評判になりました。あの全国これモーニングはもう全国の雑誌ですから、全国の雑誌に新潟の日報の広告が載ったということで。あのいろいろ反響がありましたすごいですね地方紙があの全国デビューみたいな感じですねすごいじゃんアルビの宣伝にもなるしそうねいいねいいねいいね、これちょっと欲しいな個人的にアルビあのちょっと私もこのジャイアントキリングっていう作品ですけどもこの辻友さんと綱本さんにはまあお会いしたことないんですけども、うん、どうやらこの7月6日の試合の時にビッグサーに来られてたみたいで、まあ、それがその後どうなるのかよく分かってたんですがすごいですね、できればあの
書いてくんないかなってちょっと本当に、その辺はあの関係者の人が頑張ってくださいっていうそんな感じ。書いてくれないかなって言ってる。要はレポートみたいな、レポート漫画みたいなやつありますけど、実はこの作品の中に新潟ってちょっと出てくるんですよね。対戦する相手として私ちらっと読んだんですけど、はい、何でしたっけ名前なんだろう、アルビレックスじゃなくてですね、なんかちょっと変わった名前です。アルビレオだったような気がする。名前変わってるんだ。名前を変えて、あちらっとしか出てないですよね、残念ながら。あの山形とかガンバ大阪みたいなやつはまあまあ出てたんですけど、新潟次取り上げてくれないかなってそろそろ出番かなみたいな思ってます。ここまで来たら来ますよ。ちょっと出てほしいことを期待して、すごいな。さっきちょっとお話の中で出てたんですけど、日報のサンクスデーってちょっと 無知で申し訳ないんですけど、どんなサンクスデーって 何されるサンクスデーっていうのが、あのうちの会社は新潟日報サンクスデーですし、あと例えばそうですね、アルビのスポンサーの会社がサンクスデーをやるんですけど、今スポンサーが亀田製菓とか、ここに書いてある人たちですか、コメディとか、はいはいはい、分かったそういう会社が名試合のタイトルみたいな感じで名名前を打って、でそこで、ま、企画をいろいろ会社の立てた企画をやる感じですよ。企画をやる、あビッグスワンビッグスワンで、あの例えばローソンだったらローソンの店長がみんな集まってあの頑張るぞ的なことをやるのが、まあ、いわゆる名物になっているんですけども、へえ、まあ、新潟日報でも、ここ何年ですかね、やってるんですね。あ、そうなんですか。あのずっとスポーツやってるんで、一応月1ぐらいですか。1シーズンに1回か 2回ですかね。あの結構いろんなスポンサーさんいるんで、あのスポンサーさんごとにここの試合がいいっていうのをあの指定する全部じゃないんだ。全部じゃないです、ね、全部じゃないんだ。なるほど、初めて知りました。そこでこのジャイアントキリングとのコラボが、すごいですね。なんかちょっと感動なんかなんかさ感動ぐらいのなんかさっきなんかね、ちょっと打ち合わせで喋ってた以上になんかびっくりしてるんだけど、どうしよう、どうしたらいいか困るみたいな。大丈夫ですか。確かに困った今だんだん取り込まれてきたね。そうそうそう、ちょっとなんかもうすごいここに寄ってんのもめっちゃあるしすごいね。いやすごい。それで次、はい、ちょっと質問させていただきます。ですね、漫画アニメを生かして町づくりというか、はい、町おこしというか、新潟をこう盛り上げようとしているのが、今の新潟市の姿勢から感じられるのですが、新潟県内とか新潟県外で、面白い取り組みっていろいろ出てきてるんですか。そうですね。例えば、はい、どうぞすいません。例えばあれですよね、聖地巡礼とかっていうのがそれこそ出てたりあると思うんですけど、どうですかね。そうですね、聖地巡礼、ね、私これをちょっと読んだ時に、うん、なんで宗教入ってくるんだろうと思って。そう、確かに本当になんで宗教入ってくるの。まあ、まず聖地巡礼って何で言うのかっていうと、要はあのそういうアニメとか漫画のその舞台にファンがある意味宗教的な状況になってあのそういう、まあ、ファンの中でもコアなファンと、まあ、ライトなファンがいて、コア聖地巡礼する大体コアなファンな人で、でまあそれを称して巡礼みたいな感じで言ってですね。で新潟県内ですと聖地巡礼っていうのがですね、実はあんまりないんですよね。まあ挙げると古いところで言うと、あの多分ご存知ないと思うんですが、炎のミラージュっていう、女性向けの小説の、登場人物が上越の方の上杉家、あの上杉謙信とかあそこで話してますね、いらっしゃいますけど、それの、登場人物として出てくるということで、今
妙高市になります。当時まだ荒井市だったんですけれども、これの作品があった時、この神社に多くの女性が、全国から来たということで一時話題になったっていうのがあります、ね、その漫画の力みたいなのがふつふつと。他には他にそうですね、裏版っていう漫画があるんですけども、それが浦和学院、浦和高校バン、ブラスバンド部だったかな、で名前は浦和なんでどう考えても埼玉県なんですけども、絵がですねどう見ても新潟県の、ナンバーワン高校の外見にそっくりだということで、その周辺とかあと新潟駅前の風景とかを背景に使って、作品が作られているということです。浦和版出ましたか。出ますか。見たい。いわゆる可愛い系だったような気がするんですけど。ちなみにどんなお話だかはちょっと分かります。じゃあブラスバンドをやるお話、話だと思います。すいません、読んでません。申し訳ない。ツイッターで詳しい人を教えてください。バーってできそうだね。もうこの話聞いてるとなんか、いや俺は知ってるぞみたいな。そう、あとそうですね、実際にそのご当地の風景では、かわいい、こんな感じだそうです。これ最近の話って、なんか知ってるよ私、これ見たことあるどっかで。こんな感じだそうです。これ最近のお話なんですかね。最近最近のお話というか、なんだろう、なんか絵的に新しい感じが、書き直された感じ、感じが確かに、ね、更新みたいな、新しく2008年から2011年へ、そうだね、はい、見たことあるけどやっぱり知らないかも。お目にした可愛、ね、いあるかもしれない。そうです、ね、あとその、はい、実際のコミックとかの絵の中に出てくるわけじゃないんですけど、キャラクターの名前に新潟の地名を使ったのがあって、うん、それがルローニケンシンってやつで、和月信弘さんってさっきも名前出しましたけど、が三条、燕、弥彦、そうですね、すごいよね、あれすごいよね、青石とかですね、まあ、長岡とか三条の人だったら誰でも知ってるような地名が数多く使われている作品もあります。すごいなんか新潟の愛を感じますね。最初それ知らないでちょっと読まされて、なんだろうつって見たらなんかめっちゃ出てくるから新潟なのかなって思ったけど、私もそのパターンで思わずこの人新潟の作者の人なのかなって調べた。なんかね話が新潟だけだと思ったんだよ。でも作者が新潟とかそういうことは考えなくて一切、すごいなって思って、すごい新潟の人は全面的に新潟を押し出す感じで、ね、漫画にこうぶっ込んでくるというか、なんていうか、へえー、すごい、なるほど。あとですね、はい、最近なんか私がちょっと気になったのがケロロ軍曹と、はい、それこそ銭湯とかにある、はいはいはい、オーケー、あれがコラボレーションしたんですよね、はい、オーケー、わかる？あ、はいはいはい、ケロリンって書いてある、はい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 、出ますね、これこれですね、ケロロ軍曹っていうのが吉崎美音さんっていう人が角川書店の、雑誌で連載してるんですけど、ツイッターでケロロ軍曹の PR してるのがですね、ケロロ PR っていう ID なんですね。でケロリンの内外製薬っていう会社なんですけども、これもケロリン PR っていう ID でやっててですね似てるただ似てるからそれで面白そうだなということで、やったのがこのケロリンオケです。オケロロ、何でしたっけ、オケロロリンプロジェクトですね。オケとケロリンとプロジェクトが混ざったケロロ軍曹も新潟ですか。残念ながら違うんですね。残念ながら違いました。ちょっといて欲しかったんですけど、いませんでした。すごい可愛い。ね、可愛いよね。このオーケー1300いくらで売ってるんですけど、どうやらですね、原価そのぐらいで売ってるらしくてですね、そんなに安くないっていう。オーケーは高いよっていう。びっくりしちゃいました。結構いいものらしいです。
壊れないし、いろいろ軍装も書いてあって、一石二鳥みたいな感じですかね。今は売ってるんですか？今、ですね、これから売り出しですね。23日からだったかな、今月23日から予約販売を始める感じです。22日ですか？22日。ファンにはたまらない一品ですよね。すごいね。かなりツイッターとかでですね、反響が大きいみたいで、一気に売れるか、売り切れる可能性があります。多分ある。誰も見た感じ可愛かったです。予約販売はしてない？ですね、予約をですね、確か角川書店の、オンラインストアでしてたはずです。実売も確か富山県、富山県多分内外製薬があるところだと思うんですけど、富山県のショップで売るらしいです。あと、日鮮で売るって言ってましたかね。日鮮日鮮ちょっとなんか、ね、どういう関係がみたいな。日鮮との関係は何？分かんない。正直分かりません。日鮮で売るって書いてある。服のやつですね。どういう関係なんだろう、すごくちょっと気になりますね。結構人気だよね、日鮮って。日鮮の雑誌を見て、そう買う。へえ、なんかすごいな。それにしてもちょっとケロロ可愛かったな。ちょっとお父さんに交渉しようかな。買ってくれるかなみたいな。1300円ちょっと。1300円ちょっとで。日鮮の公式担当者がツイッターでコラボ商品にコメントしたことが出演したので、なるほど、日鮮も絡んでるわけですね。そんなところに絡んでましたか。ツイッターでのコメントが。最近会社のツイッターの ID で愉快なことする ID がいっぱいあるので、ついていけるのがありまして、なるほど、そういうことですね。いや、すごいですね。どうですか、新潟のアニメ、漫画、知れましたか？いや、全部はやっぱり無理ですよ。無理ですよ、だってもう実際に全部読んでないし。なんか知ってるんだけど、やっぱ全部読んでないから。まあでも、すごいんだなっていう。なんか海外の人とかって来るんですか？結構やっぱりなんかフランスとかすごい有名っていう、アニメとか、ヨーロッパすごいアニメすごいっていうけど、実際に会ったことはないんですけど、ただやっぱりドカベンとかランマ2分の1、高橋留美子さんの作品とかを知ってる人が多いんで、来られてるというのは聞いたことがあります。実際に残念ながらお会いしたことはないんですけど、で、そうですね、多いのは多分中国の人か、もしくはまあフランスの人が結構熱心なんで、本当にそう、コスプレがすごいんだよね。なんか本当に漫画に出てきそうなコスプレなんだよね。だからこう白人だからこそ似合う、漫画と同じ感じになっちゃうんだよね。すごい、これから新潟のアニメもこう海外にどんどん発信していけたら、うん、もっとこっちになんかときみ捨てとかでやりそうじゃない？なんかやりそう、やりそう、じゃんじゃん来てくれるともっと、そういう PR も兼ねて、そのバンダイに、うん、アニメ漫画館とか、うん、古町に漫画の家っていうのができて、まあ一応それで全世界に発信っていうことにしているはずです。さあ、いけるかな。さあ、実際にそこからその全世界にその人気が出るほど発信できるかどうか、またこれからまあ中にいる人たちとか、その周りにいる人たちがどうやって盛り上げていくかっていうのがポイントになってくるのかなとは思います。で、そうですね、実際にそういう、なんだろう、アニメとか漫画をその街のイベントとか、取り組みとか、市役所が出すなんかポスター的なものに取り組みを入れているところもいくつかあって、それが富山県のカレーフェスタだったり、あと一番有名なのが多分徳島の阿波踊りのポスターがですね、一番有名で、これこれカレーの、富山のカレーのアニメだ。へえ、これなんかのキャラクターとかですか？これ何でしたっけ、カレー、ん、富山カレーちゃんでしたね。そのまんまなんですよ。変化なくてちょっと寂しいんですけど、でもこれ一つあるだけで結構
富山に行ってカレー食うぞって人がかなりいるらしいんですよね。このキャラクターに惹かれてですか？そういうこと、これがないと多分でも実際そうじゃない、確かに、ね、なんかないとさ寂しいよね。でも別にいないでしょ。できるよきっと着ぐるみとか着ぐるみとか塗り絵はあります。塗り絵、おおすごい。塗り絵です。バスセンターのカレーの販売シリーズのパッケージかわいいよな。あ、なるほど。そうなんだ。バンダイシティの。あるんですか？あります。駅で売ってます。バンダイシティの。カレーバンダイシティ。カレーバンセンカレーですね。バンセンターカレーの。すごい、なんていうか、それこそ擬人化とかですかね。そういうことですね。で、まあ、そういうふうに、イベントとかに絡めながら、その、新潟の、漫画家さんとか、うん、アニメ作ってる人結構いらっしゃるので、そういう人たちに協力をお願いしながら、その街の中にそういうキャラクターがもっと浸透できるようにできればいいのかなっていう思いますね。知名度上がりそうだね、新潟。これは上がるきっかけに上がるでしょう。このあれ、阿波踊りのポスター、かわいいんだけど、これもちょっとどこかで取り上げる。阿波踊りこれすごく可愛い。多分まあすごい可愛いんだけど、これさっきから超横目にチラチラ。徳島の阿波踊りのポスター、2009年からこの那須きのこさんっていう人がですね、徳島の出身で、うん、アニメを作っている会社がいろんなキャラクター、いろんな番組作っているので、そこで作ったキャラクターたちをポスターに入れて、登場させている。で、これがですね、2009年と2010年でですね、いろいろありまして、バージョンは各年1種類ずつなんですけど、ヤフーオークションというですね、よろしくないところでですね、よろしくなくはないんですけど、あれはいいんですけど、ポスター、このポスターがですね、出品されたりなんかしてですね、まあ、それはそれでちょっと騒ぎになったんですけども、まあ、出ましたね。すごいすごいすごい。ちょっと違うんだ、やっぱり。ここまで本気でやるとですね、多分皆さん、興味を持って、来られると思います。これいいですね。ね、かわいい。で、このポスターから、そのアニメーションとかの好きな方がいっぱい集まるようになって、実際に今度イベントをですねやったりなんかしてですね、町遊びっていうイベントやってるんですね。町遊び、でそこにそのこのポスターを作った会社とかですね、それ以外にもいろんな漫画家さんだとかアニメ作ってる人とかがブースっていうのかな、サークルって言えばいいな、それを出して、まあ、なんかイベントいろいろやったりしてますね。すごいですね、いろんなとこ行っちゃうんだね、アニメって。これ人も来るし ね、本当にすごいいい PR の素材になるというか、かわいいな、しかし、どうしたらいい。すげえ、本当に。なんか後ろにもさ、そんなことないか、なんか有名なやつとかいたりするのかな、後ろに。ああ、これは探せばなんか知ってる、いるのかな。私これケロロ君かと思ったら違う。これはちょっと違う、ちょっと違う、残念ながらちょっと違う、ちょっと違いますか。ケロロ軍曹の場合は今行くと西武線って東京にある私鉄があるんですけど、はい、東京のその西武線に乗るとですね、ケロロ軍曹がアナウンスをしてたりですかね、してる路線があるらしいんですよ。私も行ってないんですけど、すごい。テンション上がってきた。すごいあとケロロ軍曹の場合は東日本大震災の被災地の女川 FM っていうのがあるんですけども、こう前からの震災発生直後ぐらいからもずっとそのツイッターの ID 同士で交流してて、でそれの PR とかあとその取り組みとかを紹介をお互いがしたりし合ってて、それはまたそれで面白いつながりだなと、まあツイッターらしいつながり方と。アナウンスだって、うん、やばい。アナウンスだって。そし
して、ケイバもそのケロロ軍曹とつながればもしかしたらここにいるケロロ軍曹を来てくれるかもしれない。情報とかになっちゃうんじゃないの。ケロロ軍曹コラボレーションなんか可愛いよ。すごいですね。どうする、うちらなんかもうなんか擬人化とかされちゃうけどさ、こんなんなったみたいな。雨踊りのポスターとか、ね、すごいなんかいいですね。夢があるというか、なんかそういうアニメとか漫画って基本的には夢とか、うん、想像力とか、うん、そういうところから発生してるんで、そういう町のこれから新しくするっていうか、まあ、なんていうか、町にそういうものを取り込んでいくっていうのは多分そういう夢とか、あと希望、まあなんか抽象的な言葉しか出てこないけども、そういうのがまあ土台にあって、それから実際にどういうものをしていくかっていうのを考えていくのがいいのかなと。そういうのが土台に、これは多分土台にあるべきものだと思うんで。で、擬人化って、なんか他に新潟でやられてるのってあります？擬人化お風呂町の擬人化はなんか、なんかね、あれ系はランチの擬人化は出していいんですか？なんか、そうなんですよ。ケイワランチじゃなくて、フルマチのね、擬人化をちょっと私たち MC ちょっとお手伝いさせていただいたというか、ちょっとびっくりしたんですけど、出てきた時は可愛らしく、これが擬人化かみたいな出るかな感じで出ますかね、どうだろう。あと他には何ですかね。新潟って擬人化というよりもですね、ゆるキャラの方がメインなんですね。あ、トッキッキとかですか、そういう感じか。新潟で言うとですね、筆頭アレルヒさんなんですけども、アレルヒさんですか。アレルヒさんとかブリカツくんとか笹団子とか、あ、知ってる、笹団子すごいという方面が今多いんで、そう、それとそれはまたそれで多分いいと思う、まあ、そこからゆるキャラをいじってこういう漫画とかにする人も結構いるので、それからまたそこ発展する形があるといいんですけどね。ああ、それもありがたそう。その会社擬人化したらどうなんですかね。新聞を片手に美女がそうみたいな、そんなイメージなんでしょうかね。なんかないかな。なんかないかな、擬人化。擬人化って女性がメインですけど、うちの会社って女性のイメージ。ちょっとなんかでもいそうだよね、いっぱい。確かに。でもすごいイケメンの男のスーツ着た人がこう新聞片手に持ってたら、私新聞読むかも。だそうですけど。擬人化がそれこそ女の子がほらよく取り上げられるじゃないですか。だけど男のそれこそスーツを着た通勤電車にいそうなイケメンのお兄さん、新聞持ってたら多分私読みます。だそうです。読みます。だそうです。関係者の方ちょっと作った方がよろしいのでは。擬人化じゃないじゃない、その人新聞が新聞持ってたら変だよね。あ、そうですね。いや多分メガネスーツ男子が新聞片手になんか読んでるみたいな、そんなイメージだと多分まあギリギリセーフかな。いいですね、なんかちょっとすごい読みますね、それ。なんか他にないのかな。新潟だとあんまりそう言われるとないかな。県外とか、県外だと結構。酒祭りのあれは擬人化とは言わない。あれはどう、あ、そうか、酒祭り、上越でやってる越後剣士に酒祭りっていうのがあるんですけど、そこで宇多瀬銀っていうですねキャラクターがいるんですが、はい、さっき名前を出さなかったんだな。ですね、漫画家さんで、あった夢食いメリーっていう作品を書いてる人がいるんですね。その人が上越市出身なんで、夢食いメリーの中にも上越のシーンが結構、高田の駅前とか雁木通りとか出るんですけど、その人が越後剣心酒祭りの宇多瀬銀っていうキャラクターを作って、採用されたのですが、出てくるかな。女の子です。
出ましたでしょうか。 OK です。 OK だそうです。多分これでしょうか。これがどっちかでしょうね。どうかな。でもね、着物みたいなの着てる。へえ、和柄の感じ。着物ではないけど着物みたいな。なんか和なんだね、やっぱ偽善家って和になっちゃうの、うん、それこれ、あ、かわいい。なんか靴めっちゃかわいい。すごい、これもなんだろう、あれ、あのなんか、ね、浴衣とかで着る、違う、花魁の人とかが着る感じの、着る、履く感じのこのキャラクターはあのあれになってます、着ぐるみになってますんで、あの着ぐるみになってましてですね、あのいますよ、祭りにもいますし、酒の陣 の会場にもいます。二等身ってことですか。二等、もうちょっと、もうちょっとあり、正直、絵とは、うん、まあまあそれはしょうがない。すごいですね、新潟も頑張ってますね。なんかこう聞くと、もっと地元なんかすごいいろいろ活動してるって。そうね、うん、いいね。東京とか行ったらすごいんだろうね、うん、美人が。東京は、地下鉄 あの大江戸線っていうのがあるんですけど、あの全部の駅に擬人化が、擬人化したキャラクターがいる。じゃあ新潟もあればいいじゃん、柴田とか。あの上越線とかよ。そっち行く。越後線とか。越後線、そういえばどうなったんですかね。そういや、あれ、越後線、あ、まあいいや。大きなこと言いそうだ。ケイマさんの擬人化、前ちょっとね、やったんだよね。ピクシブであるよ、ケイマさん。じゃあ後で検索してみる。そうや。ちょっと出るかな。何作品か出た。ケイワタンってある。ケイワタン。なんか最近だね。最近だ。すごい可愛らしい。ひらがな。タンがひらがな。なんかフィクシブに何作品か載ってるはずです。フィクシブにわざわざ。それ多分その辺そうだと。見たい見たい。誰が書いたんですかね。学生の皆さんに書いて、学生が何作品かある。K はたん、それは人間が書いてあるへえ、かわいいんだけど。2件って書いてありますね。でもさ、今の K はいそうだよね。いそうで、先輩とかに普通にいるじゃん。そうなの。そうなの。聞こえたの。服装とか何か。3人いるやつは何学科、学科部のキャラクターが。あー、なるほど。どれだ、英語部か。英語、真ん中が。国際団と英文団と。おー、すごい。かわいいなぁ。いいね、なんか擬人化されると親近感が、いいね、まあいいや。あの私の出身校は理系なんですけど、あの男しかいなかったんで、あのこういうのをする人いなかったんですよね。文系だとすごいな。進化は親近感が湧く、うん、一種の魔法のような。すごく面白いですね。私パナソニックのスマートアプリの紹介ってあー分かんないんですけど。出るんですか。あの単純にあの商品のどういう商品どういうことができるかっていうんで、あのスマートフォンであのエアコンがつけられるとかそういう商品の紹介を、うん、あのアニメーションで紹介して、エアコンがあの携帯でエアコン操作できる。ああ、操作できる。あの、すごい。消し忘れたら消せるし、あの今から帰るからつけときるとかそういうことができる機能の紹介。え、もう出てるんですか、そういうあれは。出てたんような気がします。これはどこに擬人化が入ってるんですか。すげー。どっかにあの機能の紹介で、機能の紹介で、他にある。確かあるはずです。がどこにあるかが分かりません。すみません。大丈夫です。いろいろあるんですね。ちなみに企業のやつだと、あのちょっと古いんですけど、東北電力が
エコキュートっていうのをですね、出してて、かわいいやつだ。エコアイスちゃんっていうのがいたんですけど、はい、それを作った人も新潟の人ですね。あんなかわいいの作っちゃったの、うん、あれはすごくかわいい、すごい新潟の人って至る所で活躍してるんですね。知らなかった。いやもっと知らなきゃってめっちゃありそうだよね、こう上げていったら。あ、こんな感じ。すごい、完全にパナソニックのコマーシャルになってますね。まあ音は出てません。っていう紹介をアニメーションでやるパターン。最近あのアニメ使うコマーシャル増えている感じで、東北電力、まあ東北電力ばか出してるんですけど もあのそういう商品の紹介をアニメーションにさしたりとかするパターンが多いですね。ちっちゃい子もいますしね、それをついでに親も見るみたいな感じ。すごいじゃない、なんかすごいよ本当に。マルドちゃんだんだん知識がびっくりする。へ、なるほど、すごいな。他にもモバイルバッテリーガードで終わってるもんこの資料ということはめっちゃあるんだよ。たくさん全国にはあるんですね、すごいな。なんか損してたんだね、うん、私はねえ、そうは、なん今 日、ね、今日でだいぶ近づいた、だいぶいろいろね、うん、いやーすごい、ちょっとお家帰ったら漫画読みたくなりました。私持ってないな。そうなんだ、買いに行かなければ。ダンボールのいろいろなんか出たよ、なんか出てきました。これ名前はなんて言うんですか。これ名前、正式な名前は何だったかな。モバイルバッテリー、要はスマートフォンとかの充電をするようなやつです の表側にあの丸い目とですね、三角の口をつけて茶色くしたら、あの可愛いな、ダンボードって、あの四つ鳩っていう漫画に出てくるあのキャラクターがあの紛争するロボット的なやつなんですけど、それの頭の部分を模したやつがさっきのあのAmazonのダンボードバージョンのやつで、あれは私ちょくちょく見てはいたんですけど、あれは漫画から出てきたやつ、漫画の中のキャラクターがごまかすためだったかな、なんかあったんですよ。あの段ボールがちょうどたまたまそこにあって、うん、でそこの中に入っていろいろ主人公の子に、やり取りする場面があるんですけど、そうしたらその段ボールの方のロボットみたいなやつの方が、何気に人気に火がついたのでで、いろんなあの写真集とか出てたりするので、可愛いよねあの段ボール。あれAmazonからAmazonがその独特でこのキャラクターで作ったのかと思ったら違うんだ、それこそ漫画からっていう、なんかすごい世の中と漫画はつながってるんですね。そんな感じ。あ、かわいい、本当にかわいい。これさ、なんか先輩の誕生日で誰かプレゼントしてさ、私もこういう感じで撮ったんだよ。めっちゃかわいかった。かわいいな。いろいろ動くんで、あのいろんなことさせてる人が、いろんな写真撮ってるんで、すげえかわいい。ほら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 、マルリさんが出てきました、ね、うちの MC。 今いた、チラッと今いた、いた、なんか花とかと一緒に、あらいいですね。かわいらしい。ただ単に丸い目と三角の縁をつけただけでこうなる。ここまで爆発的な人気が見てこれ。このなんかポコッとした感じの顔がまた人気なんでしょうね。そうですね。かわいい、すごい。おリアルだよね、うん、なんかこのマークとかついてる箱についてますもんね、うん、これ目とか光るんですよね。これはどうだったかな、なんかねスイッチあってね目光るんだよこれ。私も予約してるんですがまだ届いてないので分かりません。残念ながら間に合いませんでした。予約状態、予約状態。そうなの、さ誕生日にもらった先輩超嬉しいんだ。レアだね。すげー、それはすごい。
あ、いろいろあるんだね。あの、これ付属品ですね。カメラ、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 デジカメじゃなくて、これあの充電のあのケーブルです。はいはいはい、すごい。これちなみにあのこの会社のバッテリーはあの結構性能がいいらしくてですね、あの普通にこのダンボードバージョンじゃなくても売れてる商品なんでちょっと違う製品入ってきてるそうなんだ、まあ、コラボしたことによってまた一つ影響が、うん、そうですね、すごいですね。いや、ちょっと一手間加えて、うん、さらに上の売れ行きを良くするっていう代表例みたいな、はい、すごいな、こんなにいっぱいいるんだ、すごいな、すごいの一言で終わってしまうけれども本当にすごいどうでした、ちょっと今日。いや、なんか知らないところまで見れたというか、それこそ さっきの段ボールのやつで言うと、あれが漫画の中からちょっとこう出てきた、ね、それは本当に世の中に漫画が生きてる証拠という言いますか。なんか今後の目標とかってやっぱり、はい、目標目標ですか。難しいな。なんか一つ一つの目標ありすぎてね、なんか何があったのかわかんない。こうあってほしいなっていうのでいいんだったらあれですけど、要はもうちょっと新潟を舞台にしたなんかアニメとか漫画とかがあの、ね、作ってくれないかなっていうのがまず第一目標で、そこからその新潟の、まあ、自治体でもいいですし、うちみたいな新潟日本みたいな会社でもいいですし、あのもうちょっとちっちゃくてもあの同人誌即売会であのガタケットっていうのをあの産業振興センターでやってますけど、そういうところで取り扱ってもいいんですけど、要は自分が分かる範囲の作品が目の前にあって、そこからいろんな想像をかきたてて、いろんな商品を出したりとか、あのさらにまた違う作品出したりとかする、そういう循環が生まれると一番面白い形になっていくんで、そういうのができないかなってあの常々思ってます。意外とない、できますよ、ここまで来たら。ぜひ新潟日報さんにはあのスーツメガネ、あの新潟男子の美人が本当にお願いします。わかりましたというか、俺がわかりましたって言えないんですけど、検討します。嬉しい、してくれるでしょ、してくれることを願って、ね、スーツメガネ男子、メガネ男子、芸能人にとんが私あれやってほしい、新潟県の長岡市とか新潟市の擬人化をやってほしい。なるほど、なんかもう細かいのはもういろいろあるからちょっとそれは置いといて、とりあえず新潟の市と、そうそう、新潟市とか新潟市とかやってほしい。擬人化はちょっと私ね楽しい、楽しい、見てると楽しい、本当にあの切実によろしくお願いします。ちょっといろいろと切実だそうです、あの切実だ。まあそんな中で、そうですね、いろいろと私もなんか学べました、はい、すげえ。ということでちょっと締めに、はい、締めに、ね、入っていきたいと思います、はい、ね、今日は新潟日報デジタル戦略室の西川さんからスタートだったな、あ、間違えた、前のやつですね。すいませんね、はい、永井さんからお越しいただきました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にいい経験になりました。ありがとうございました。こんな話でよかったんでしょうか、すいません、私本当にいい経験になりましたよ。たくさん知識が入りました、ありがとうございました。次回は何の話でしょうかね、ワクワクドキドキでちょっと締め入っちゃうんですけど、はい、次回のお楽しみということでということで、はい、今日は、MC マルタと、はい、小池でした。お届けしました、ありがとうございました。バイバーイ。